こんにちは、ボーです。本日は育児生活何回目、何週目、何日目、ちょっと覚えてないけど、買ってよかったものを紹介していきたいと思います。で、なんで買ってよかったものを紹介しようかなと思ったかというと、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月目と4ヶ月目っていくと全然買ってよかったものがどんどん変わっていくので、記録に残しとこうかなと思って作ることにしました。参考になる人がいたら、参考になったら嬉しいです。まあ、あとうちの社長様はちょっとだけ成長が早いところと遅いところとあるけど、4ヶ月にしてはこれ早すぎないとか、これ遅すぎないとかいうのがあるかもしれないので、まあその辺の人たち、その辺の子たちのお母さんたちに参考になればいいかなと思ってます。では紹介していきたいと思います。これは、まあ、生まれたすぐ買ったんですけれども、全然使ってなかったんですが、お風呂に入るときに待っててもらわないといけないんですよ、浴室の外で。その時によく使ってるんですが、でここに寝ててもらって、私がお風呂に行って体洗って全部終わったら迎えれるって形になってます。めっちゃ嫌いなんですけど、社長は、私は重宝してます。これがなかったらどこで待っておけばいいのかわからなかったので、本当にこれは買ってよかったなと思います。大嫌いですけどね、社長は。これはメルカリで買ったんですけれども、もう毎日これを舐めて遊んでます。もうこれを開いて遊ぶことは全くないんですけれども、ここら辺を舐めたりとか、ここら辺を噛んだりとか、ここら辺も特に噛んでますね、っていうのでよく使ってます。これは西松屋で800円ぐらいで買ったのかな、ですけど、最初買った時は全然興味を示さなかったんですが、最近になってめっちゃ好きになったみたいで、掴めるようになったからですかね、多分。掴んで、舐めて、投げて、いろんなことして遊んでます。なんかこれ意外にいいっていう人が多かったんで買ったんですけど、最初全然使えねえじゃんと思ったんですが、今となってはもう本当に大好きみたいで、これで遊ぶのが買ってよかったなって思います。と、良かったもの第2位は微笑み感です。これ何もしないでも、これにアジャスターをつけるだけで、そのままもうミルクとして飲ますことができます。これがなかったら本当にもう出かけることが一回もできないんじゃなかったんじゃないかなと思ってます。これが一番良かったと思ってます。これはめっちゃ好きで、なんか本を最近3つぐらい並べて、どれが今から読みたいって聞くと選んでくれるんですけれども、まず最初に選ばれるのが毎日これ。大好きみたいです。なのでこれは本当に買ってよかったと思うので、皆さん絵本を買うならまずはこれから始めてほしいと思います。ということで、まあベスト5、買ってよかったものということを紹介させていただきましたが、まあ参考になったら嬉しいかなと思います。あと、もらい物がいっぱいあるので、それがいいものはいっぱいあるんですけれども、まあ私が買ったわけじゃないので、ちょっとこれは紹介はやめときましたが、買ってよかったもの第5選でございました。では。